どうも、ひーちゃんです。今日はね、何日や、3月16日土曜日で、今日はね、午前中、仕事があったんで、仕事して、まあ今仕事の途中でもあるんやけど、まあ家でね、ちょっと仕事しようかなと思って、今日は昼からはということで、今戻ってきたんですけど、ちょっと休憩がてらちょっとね、話しようかなと思ってます。自転車でね、たまに通勤することあるんですけど、あれ、宝塚に住んでるんですけどね、宝塚って信号のない横断歩道とか結構あって、で信号のないね、横断歩道を、渡るとき、まあこっちが歩行者のときもそうやけど、自転車押しながら渡ることもあるんですけど、その時ね、やっぱりこう車譲ってくれたりするんですけど、まあ、車乗ってる時もそうなんですけど、狭い道路、車でこっち向きとこっち向き、すれ違う時にどっちかやっぱ譲ってくれてっていう時にね、まあいつもみんなってすると思うんですけど、自分ね、ちょっと気をつけてることがあって、なんかこれってなんかちょっと政治家みたいで偉そうやなと思って、もういつもね、こうやってサムアップするようにしてます。自転車でね、たまに住宅街の、交差点、横断歩道とかないようなちっちゃい交差点とかでも車譲ってくれたりとかした時に、自転車行っていいよってしてくれた時にいつもこうやってするようにしてて、まあ YouTube でいうグッドボタンのマークサムアップして、まあこれはちょっと偉そうかなと思って、どうもどうもっていう感じなんで、いつもこうやってするようにしてて、まあ急にされた相手はちょっとびっくりすることもあるんやけど、まあこうやってしたら、まあ向こうもなんかこうやってしてくれることも最近増えてきて、まあお互いね、ちょっとグッといいドライバーさんですねみたいな感じでこうやってしてあげると、まあ相手もね、気持ちよくなれるかなと思って、こうするようにしてます。まあそういうのも大切かなと思って、横断歩道があって信号がないところなんかで、まあ子供とかおっても、まあ止まる人が6割かな。で、こっちは大人なんで、まだ安全見ながら、まあ強引にフェイントでもかけて、ちょっと行くよみたいな感じのアピールしてから渡るようにしてるんやけど、そうしたらね、大体止まってはくれるんやけど、小学生とかね、どうしてもそんなところまで気回らない子とかもおるんで、ちっちゃい子とか、まあそういう子とかがね、安心して渡れるような感じで、まあお互い気をつけましょうねっていう意味でね、まあできるだけそういうところ渡るときには、信号のないところで車止まらないとダメなんですよっていうのをね、覚えておいてほしいなっていうのもあって、気持ちよく渡れるようにっていうので、まあ、あなたいいドライバーさんですねっていうので意思表示でこうするようにしてます。まあ自転車が偉いとか歩行者が偉いとかってないし、止まらなあかんやろっていうふうに思ってたら、お互い気持ちよくないと思うんで、車でね、急いでるかもしれへん人でも、止まってくれてる人おったら、ありがとうございます、あなたいいドライバーさんですよっていう意味でね、こうやってやるようにしてます。で、自分もね、自転車でも何かあった時に、まあ、先にどうぞ行ってくださいねってすることもあるし、対歩行者もそうやし、対車の時も、自転車やけど、さっき行ってくださいねってすることもあるし、まあそういうお互いの譲り合いとかね、大切なんで、ちょっとしたね、気持ちの持ち方で安全なライドとかできると思うんで、まあ気をつけてほしいなと思います。まあこのサムアップポーズは、僕はね、個人的に別に広めたいわけじゃないんやけど、やってるし、そういう姿勢で運転してるんで、まあそういうのもね、ちょっと広まってもらえたらなと思います。ということで、たったそれだけの動画やったんですけど、まあ休みなんで、久々に、先週ね、ちょっとファスティング、先週じゃ今週かファスティングやってるんで、今日がね、最終、明日があれか、回復期間の明日が最終日になるんで、まあそれをね、ちょっとね、まとめてまたご報告したいと思います。動画にしたいと思います。ということで、サムアップいいですよということの動画でした。ご視聴ありがとうございました。